チームを救う4番の変化。野球界も令和の時代に入り、新たなスター候補となる選手が次々と登場しています。そんな令和の野球界を牽引している球界のスラッガーといえば、村上宗隆と岡本和真でしょう。年代的にも近い2人はお互いの存在に刺激を受けながら切磋琢磨し、セリーグを代表するスラッガーとして君臨してきました。2022年に村上が三冠王を獲得するなど、近年は村上の後陣を拝することが多かった岡本ですが、2023年は対照的なシーズンを過ごしています。 WBC に出場した後に明暗が分かれた岡本と村上ですが、その理由を松井秀喜はどう考えているのでしょうか。開幕直後の明暗、松井は岡本と村上の若き4番の対決を、2人の4番対決をこれからも楽しみにしたいと思いますとコメントを残しています。松井も注目する球界を代表するスラッガーの2人は、近年常にタイトルを争ってきたのです。2022年は三冠王獲得に、ヤクルトのリーグ連覇と、村上にとってはこれ以上ない最高のシーズンでした。一方の岡本は長いスランプで4番を剥奪されるなど、5年連続30本塁打は達成したものの、悔しさが残るシーズンに。しかし WBC を経て2023年シーズンが始まると、岡本と村上は対照的な成績を残すことになります。開幕から好調な岡本はコンスタントに打ち続け、打率は3割前後をキープ。本塁打と打点でも常にトップ争いを演じており、さらにギアを加速させていきました。岡本は交流戦18試合に限っても8本塁打と19打点は12球団トップで、打率も2位の3割8分3厘。そして岡本の打棒が8月に入ると大爆発します。8月2日のヤクルト戦で23、24号の2本塁打をマークすると、3日の同カードでも2試合連続のマルチ本塁打となる2発、5日の広島戦で27号を放つと、翌6日の同カードでは1試合3本塁打と爆発して、本塁打本数を30本の大台に乗せました。岡本は続く8日の阪神戦でも、東京ドームのバルコニー席に特大の31号を放ち、6試合で9本塁打を荒稼ぎしたのです。過去に7戦9本塁打は巨人王貞治が3回、ヤクルトウラジミール・バレンティンが1度、それぞれ記録していますが、6試合で9本塁打は史上初。前代未聞の数字から岡本の爆発力の凄さが分かります。巨人は他の主力選手が故障や不振で成績が伸び悩み、チームはなかなか波に乗れていません。しかし岡本が背中でチームを引っ張り続けており、頼もしさはより増しています。松井はチームを救えるのは4番の一振り、4番の存在、これからもチームを救う一振りに期待していますとエールを送りました。キャリアハイクラスの好成績を残す岡本に対し、村上は大きく成績を落としています。村上の2022年シーズンの成績は、打率3割1分8厘、56本塁打、134打点で王貞治の55本塁打という日本人記録を塗り替える快挙を成し遂げました。また村上は史上最年少で三冠王を達成し、3月に開催された WBC でも日本の中軸として世界一に貢献、名実ともに日本球界を代表する打者となります。2023年はどんな活躍を見せてくれるのか、楽しみにしていたファンも多いでしょう。ところが開幕から全く調子が上がらず、記録的なペースで三振の数を伸ばしていくばかりでした。村上は3、4月が打率1割5分7厘、2本塁打、12打点と打率が2割を切る、目を覆いたくなるような散々な成績。徐々に復調していったものの、爆発力には欠けたまま前半戦を終えました。前半戦終了時の成績は打率2割4分2厘、16本塁打、49打点と2022年と比較して物足りない数字です。後半戦に入ると村上も吹っ切れたのか、調子は上向きになりましたが、前半戦の不調が響き、岡本には各部門で大きく差をつけられています。岡本と村上の差はなぜ生まれたのでしょうか。好調不調の理由。岡本は2022年までと違い、2023年は打球方向にも変化があり、それが躍進につながっているといいます。岡本といえば、右方向に本塁打を打ち出すと状態が上がってきたと言われてきました。岡本自身も
本格的にアーティストとして歩み出すきっかけになったのが、一軍に定着した2018年に当時の名古屋ドームで放った右中間への本塁打だと語っています。そこから常にセンター方向を意識したバッティングをしており、2022年までの岡本の本塁打の打球方向はセンターから右方向の割合がかなり多かったのです。しかし2023年は34本の本塁打でセンターから右方向の当たりはわずかに4本と、左方向の打球が激増しています。岡本は、今年はレフトに打っている時も感じが良かった、今までの打ち方なら右が良かったかもしれないが今はどちらもいいとコメント。この左方向へ打った打球の感触の変化が2022年との違いであり、2023年の本塁打量産の秘密です。これまで岡本がスランプになった時、投手方向からの映像で背番号が見えすぎるという指摘がありました。最初にこの指摘をしたのは岡本の打撃を見たことのある松井です。その欠点を改善するべく、2023年の岡本は少し左足を引いてオープン気味に構えており、あとは踏み込むだけの形を作ってボールを呼び込んでいます。松井は、私が臨時コーチに行った時からいいものがあるなと思った、あのサイズで守備もうまい、器用でいい選手になったとコメント。その上で大久保博元コーチも、今年は腕を畳みながら上腕で小さい三角形を作って回れるので、肩を開かないでも内角を打てるようになったと、インコースを攻略したポイントを解説しました。ボールを叩けるポイントさえ作れば岡本の打球が飛ぶことは容易に想像できます。打球の質が変わり、左方向へ強い打球を打てる確率も劇的に上がりました。そこが覚醒の秘密であり、2022年までの岡本と2023年の岡本の変化です。一方の村上にも松井は注目しています。松井は、村上の三冠王獲得時にレフトにも大きいホームランを打つし、スイングが速いですよねと高く評価。しかしこの高評価から一転し、ここまで苦しむことは野球評論家も想定外だったはずです。村上に対し松井は、開幕から苦しんでいますが、これから徐々に調子を上げていくと思いますとコメントしており、この苦境を乗り越えてほしいと願っているでしょう。野球解説者の伊勢孝雄は、三冠王村上を狂わせた要因があると語っています。まずは外角球を攻略できなくなったことです。一発を恐れるバッテリーはアウトコースを主体に攻めてきます。村上も外角主体の配球は分かっているはずで、2022年も同じような攻め方をされていました。2022年は外角の球でも的確にミートし、センターからレフト方向に飛ばしていましたが、そのバッティングができなくなっていたのです。外角の球を打ち損じ続けることの焦りからか、空振りも多く強引さも目立ちました。では芯で捉えられない原因は何なのでしょうか。伊勢は、右肩が入りすぎているという点を指摘しています。村上の好調時は今よりも少しスクエアに立っていました。しかし2023年の村上は、ピッチャー側から見て背番号55の数字がはっきりと見えるほど右肩が入っています。これまでは背番号が見えたとしても55の一桁だけで両方見えることはほとんどありませんでした。これは外角の球に対応するための構えです。しかし2023年の構えでは、内角を攻められたら脆いという欠点があると伊勢は指摘。このような要因から村上はスイングを大きく崩してしまったのでしょう。岡本と村上に大きな変化が生じた2023年は、誰が打撃タイトルを獲得するのでしょうか。2023年のタイトル争い。岡本は8月23日時点で打率2割9分9厘、34本塁打、80打点を記録し、本塁打と打点はリーグトップ。打率でもトップの DeNA 宮崎敏郎には3分以上差をつけられているものの、リーグ5位の打率を残しています。宮崎も怪我などの影響もあり、打率は下降気味です。岡本が今後爆発すれば、三冠王も夢ではない位置に立っています。リーグトップの34本塁打を放っている岡本は、2位で24本塁打の村上に10本差と大差をつけていることもあり、本塁打王ダッシュはほぼ確実な情勢です。しかし村上も夏場に入り、本塁打の量産体制に入っており、本塁打の荒稼ぎも村上であれば十分に考えられます。
夏場に入り明らかに調子を上げてきた村上は7月の月間打率3割2分7厘7本塁打17打点8月は月間打率3割1分2厘5本塁打14打点と復調しており不気味な存在です。岡本が優勢の本塁打王争いですが打点王争いはより均衡しています。80打点でリーグトップの岡本ですが得点圏打率は2割4分8厘とやや低調で打点は伸びていません。リーグ2位の78打点を記録している DeNA 牧秀悟が僅差で迫っており、村上もリーグ3位の68打点と十分射程圏内です。各部門でハイレベルな成績を残している岡本ですが真のホームランバッターとなるべく超えたい一つの目標があります。それはシーズン40本塁打をクリアすることです。シーズン40本塁打をクリアして初めてホームランバッターと言える。これはメジャー1年目にシーズン16本塁打に終わった松井がホームランバッターとして目標に掲げた言葉です。2021年に39本塁打で大台に1本及ばなかった岡本が本格的なホームランバッターへの仲間入りをするために40本塁打はどうしても超えたい壁。34本塁打を放っている岡本は残り33試合で6本塁打を放つ必要があります。タイトル争いとは別に岡本は自身との戦いにも勝利しなければなりません。一方前半戦は苦しんだ村上ですが夏場に入り逆方向への打球も増え本塁打も量産体制に入りました。今後終盤にかけて2022年のような打棒を見せてくれる可能性もありシーズン後半戦の村上は要注目です。そして岡本と村上は2023年だけでなく今後もセリーグの顔としてタイトルを競うでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録コメントをしていただけると明日への活力になりますのでよろしくお願いいたします。